んにちは、こんばんは、おはようございます。アラサー駆け出し漫画家の溝口奈乃です。今回もファンレターでいただいたご質問にお答えしていこうと思います。今回のご質問は、ワイシャツの描き方を教えてください。ワイシャツ描き方すごい難しいですよね。私もですね、結構苦手です。でも今回、簡単に描ける描き方をですね、ちょっと考えてみましたので、今回も最後までご覧ください。ワイシャツはですね、私も苦手でして、で結構ね、セーラー服の方が簡単に描けるので、セーラー服ばっかり描いちゃうんですけど、セーラー服の襟はこういう感じなんですけど、こっちの方が、形が取りやすいんですよね。で、なんでセーラー服より、ワイシャツの方が難しいのかというと、ワイシャツが難しいポイントとしては、襟とシワだと思います。なので、まずは襟からやっていきたいと思います。シワについては後ほど詳しく説明するので、まずはとことんシンプルな線でワイシャツの形を捉えてみましょう。まず、ワイシャツの襟は、セーラー服の襟よりももっとこう、短めにですね、短めに描いてあげます。そして、この首のところと肩のところをこう、つなげてあげます。つなげてあげる。このまま引っ張ってこう。このまま引っ張ってこう。こういう感じで描いてあげると、ワイシャツの襟が簡単に描けるかなと思います。こう。一旦ちょっと、できるだけシンプルな形でお見せしたいなと思うので、ほぼほぼ、四角形な感じで描いてあげます。若干こっちの方が短いかなっていう感じですね。台形かな？台形っていう感じですね。まあ、こう、プリンを逆さまにした感じですかね。はい。で、ちょっと今回三角をここに、三角をここに。で、半袖でいきたいと思います。で、さらにですね、ここに、こうですね。で、あとワイシャツの特徴として、ここに縫い目があります。ここに縫い目があります。で、こっちに、ポケットがあります。はい。いかがでしょうか。こんな感じでですね、まあ、かなりシンプルな形で、シワを一切描いてないんですけど、それでもちょっと、ワイシャツっぽく見えるかなと思います。ちなみに、ここにもね、縫い目を描いてあげると、よりそれらしいかなという感じですね。多分画風によっては、シワとか描かなくても、この本当に単純な線だけでワイシャツってわかるかなと思うんですけど、ちょっとスカートも描いてみようか。はい。うん。全然こう、シワがなくてもね、まあそれっぽくは見えるっていう感じなんですけど、で、まあこれをですね、まあ、当たりとして、もうちょっと詳しく描いていこうかなと思います。じゃあ、次はちょっとシワをね、意識して、ペン入れしていってみようかなと思います。この襟の部分は、こう、首の後ろにもこの布があるんだっていうことを意識しながら、描くと良いかと思います。外側ってそんなに、シワが生まれないので、シワが生まれるのは、内側ですね。絵の内側にシワが生まれるんですけど、一番シワが生まれやすい場所っていうのは、この、半節部分ですね。あとこういう、スカートの中にワイシャツを入れてるとしたら、こういう、つなぎ目の部分に、シワが生まれやすかったりします。なので、
シワを描いてあげるに、あ、こう、こういう感じでね、ちょっとこういう、なんて言うんでしょうね、こういうシワを描いてあげたりとかですね。で、こう、直線すぎず、こう、こういう感じで、このスカートの、スカートのこの部分に集合しているということをですね、意識しながら、描いていってあげると、良いんじゃないかなと思います。うん、まあこのぐらいのシワはこのぐらいでも十分なのかなと思っております。はい、ここもね、こう書いてあげて、でシワに関してはですね、もう一番いいのはですね、実物を観察して描くのがね、一番ほんとリアルに描けるんですけど、今回はですね、まずそれをする前にシンプルな形を捉えることができてから、そういう細かい部分をですね、観察をして描き込んでいくっていう方が多分ね、描きやすいと思うので、まずはですね、こう、シンプルな形で捉えるということをですね、意識してみるといいと思います。で、ここの、このスカートの中に、ワイシャツ入ってますよーっていうシワを描いてあげるんですけど、これですね、左右対称にしすぎちゃうと、不自然になっちゃうので、こんな感じで、左右対称になりすぎないように書いてあげると、まあ、それっぽいかなと思います。ここにも縫い目書いてあげると、よりそれっぽいかなと思います。次はですね、ワイシャツの第一ボタンを開けてみましょう。第一ボタンを開ける場合は、この、さっきよりもここをゆったりと書いてあげます。で、さっきと同じように、ここと、肩をつなげてあげる。で、襟を、はい。襟を、書く。で、ここを開けてください。こうですね。こう。で、こう。こういう感じです。で、これをさらにですね、まあ、ちゃんと、点入れをしてみますね。ボタン、第1ボタンを開けているっていう形なので、第2ボタンがここですね。第2ボタンがここ。で、開けてるので、こっちは、ボタンホールが、ボタンホールと、こっちにボタン。ですね。あと、ここにもね、こう、縫い目を入れてあげると、よりそれっぽいかなと思います。ちょっとボタン書いてあげましょうね。はい、こうしてあげると、さっきよりもちょっとラフな感じで、第一ボタンを開けた、襟になります。
次に、ワイシャツを横側から見た状態の解説をしていこうと思います。で、これがめちゃくちゃ難しいんですよね。私も、その、苦手っていうのは、ここがすごい、苦手です。できるだけシンプルな線でワイシャツを描いてみたんですけど、ここのね、襟がすごい難しいんですよ。襟ってこういう、まあ、リボンみたいなものをイメージしてほしいんですけど、リボンみたいなものが、首にこういう感じで巻きついてるっていうイメージなんですよ。こういう感じで伝わりますかね。ここにね、布地、先ほど言った、リボンみたいなものがあるんですよ。リボンみたいなもので伝わるかな。こう、実際はこういう感じで、首に巻いてあるっていう形なんですよね。でも、その、さらにこの襟でそこが隠れてるっていう感じですね。すごい伝わるかちょっと不安になってきました。で、ここに、こう、まあ、襟を描きまして、で、こっちの襟は、奥側で見えなくなってるので、こうです。もう、こうです。どうしか解説が、できない。難しい。本当に難しい。でこうです。さっき女の子の絵描いたんですけど、今回ちょっと逆にね、男の子のね、絵を描いてみました。男の子の、ワイシャツは合わせが逆になります。男の子の場合は、この男の子から見て左、側の方が上に来るという形になります。ボタンですね。ボタンホールがこっちに来ます。で、第2ボタンはこうボタンの感じで書いていきます。で、こっち側に、この後ろにですね、ボタンがあるんですよ。で、ボタンの縫い目を表現するためにバッテンをすると、まあ、ボタンの裏側ということをね、表現できるかなと思います。なかなか解説が難しいですね、ワイシャツ。正直ね、自分もあまり上手にね、描けてないので、まあ、単純な線にしてあげると、まぁ、ちょっと形を捉えやすいんじゃないかなと思うので、はい、ちょっと、こんな感じで。で、あと、次、袖ですね。長袖なんですけど、円柱をイメージしてほしいんですよ。円柱。こういう円柱をイメージしてほしいんですけど、こうね。ここに円柱がありますっていうのを意識して、で、ここは結構直線的でいいと思います。で、この、こっちの袖の部分は、こう、シワが入りやすいって感じですね。で、ここあたりで、ボタンが2個ほどついております。うん。で、こっちは腕まくりをさせてみました。こう、袖をね、袖のボタンを外した上で、腕まくりをしているっていう感じですかね。本当に、こう、まあ、シンプルな形で捉えるみたいな、なんとなくで捉えていただければ、まあ、今後ね、描きやすいんじゃないかなと思います。ちょっとシワを描きながらですね、ペン入れをしていこうと思います。このシワもですね、
関節ですね。先ほども言ったように関節に集まるようにシワを描いて、もう腕まくりをしてる場合のシワはなんとなく螺旋状にというかですね、螺旋状にこうシワが集まっていくっていう感覚で描くとそれっぽいかなと思います。シワなんですけど、今回ね、こういう感じで、シワをね、入れてみたんですけど、このシワも、ここを中心として、こういう感じ、こういうイメージ。で、ここにもシワが寄るので、こういう感じ。で、シワを入れてみました。でこのシワっていうのはキャラクターがですね、どういうポーズをとってるかとか、どういう重心で立っているかによって全然変わってくるものなので、これはですね、私も感覚的にやってしまっているので、すごく言葉で説明するのが難しくてですね、ここは、経験を頑張って積むというですね頑張って経験を積むっていうのが積んでいくということしかですね、私、今の私には説明する術がありませんごめんなさい。それから、たくさん観察、実物を見て観察をするというのがね、一番いいのかなと思うんですけど、お手紙に書いてあったのが、まだ中学生じゃないので、制服がありませんということだったんですね。なので、確かにね、実物が手元にないと難しかったりするのかなと思うんですけども、その場合は漫画を模写したりとか、あとは、写真ですね。画像検索して、ワイシャツ、制服とか、写真とかっていう風に、画像検索をして見ると、資料がね、見れると思うので、それを参考にですね、シワってこんな感じなんだなっていうのを参考に、練習をしてみるといいのかなと思います。溝口奈の5作目フロムエデン掲載の冬の大増刊号リボンスペシャル電子版は2022年6月16日まで販売中です。概要欄にリンクを貼っておきますので、皆様よかったら読んでいただけると嬉しいです。